ギラバンズ北九州を応援するチャンネルギラバンチューブ始まりました。ギラバンチューブをご覧の皆さん、お久しぶりです。 J32022 年シーズンもやっと開幕しました。開幕戦はホームで AC 長野パルセイロ、結果は2対0でギラバンズ北九州負けてしまいました。開幕戦勝利ならずと、今年はね1年で J2 復帰を目指してますが、まあちょっと開幕戦はまだあんまり息の合った感じは見られず、まあ新チームということもあるので、まあ、次アウェーの宮崎戦期待していきましょう。まあ、開幕戦は結構4200人ぐらい入場者がいて、まあ、雰囲気もいい感じだったんですけど、まあ勝ってくれたら本当に良かったんですけどね。今シーズンは、まあ、僕的に最後の J3 という思いも込めて今年はユニフォームを買っちゃいました。推しの選手とかは特にいないんで、チーム自体が好きなので背番号は特に入れずにユニフォームを購入しました。そして今年の新しいタオル、こちらですね、こちらとこちらですね、この新しいタオルを2枚買いました。これこっちの方はね、あのエンブレムのワッペンがついてます。で、今シーズン2022年の J3 は、全部で34試合ですね。34節でホームで17節ということで、まあ、去年 J2 の時は、42節あってホームでは21試合あったんですけど、まあ、今シーズンは、まあ、ぐっと減ってホームでは17試合ですね。早くも17分の1が終わりました。まあ、去年とは違って、まあ試合数も少ないので、まあ、開幕負けてしまって早く修正していってもらわないと、目標の1年で J2 復帰っていうのは結構厳しくなるんじゃないかなと思います。まあ、そのためにはね、今シーズン J3 でまた1からみんなで頑張って応援していきましょう。まあ、今シーズン開幕戦見に行って、新しい10番の高澤選手が結構目立ってたかなと思います。まあ、あとは僕的に針ヶ谷選手も良かったかなと思いました。1点先制されて、だん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 去年のシーズンのことをちょっとずつ思い出しながら、またミクスタで勝ちがあんまり見れんのかなとかいう気持ちにもちょっと思い出しましたけど、まあ、今シーズンは今シーズンなんで、まあ、新しい選手にも本当頑張ってもらって、もっともっとチームの連携を高めていってもらえたら、またいい試合が見れるんじゃないかなと思います。次節第2節は3月20日、アウェーでテゲバジャーロ宮崎、早くも九州ダービーということで、こちらは対戦は初めてですね。まあ、去年 J3 で宮崎は結構躍進していましたので、まあ、どういう戦いになるか楽しみです。あの、西日本総合展示場でパブリックビューイングもあるらしいので、もし行かれる方はそちらにも応援しに行きましょう。じゃあ今シーズンもギラバンズ北九州、そしてこのギラバンチューブも頑張っていきますので、皆さん一緒に応援しましょう。頑張れギラバンズ北九州。